はい、今緊急で動画撮ってます。すごいニュースが舞い込んできたのでお知らせしたいと思います。大谷選手メンタル点点点。水原通訳解雇。え？ 6.8 億も？ということで、大谷翔平選手のですね、専属の通訳の、日本のね、方の水原さんという方、この方がですね、大谷選手の口座から約こう6.8億、今分かっている段階で6.8億のお金を、違法なギャンブルのね、組織というか、そういう賭け事のところに送金をしていたということなんですよね。で、大谷選手が所属しているドジャースの方からもう解雇されたということだそうです。昨日ですかね、まあ、日本でも放送されてましたけども、ドジャースとですね、パドレスの開幕戦がスタートしたところでしたよ。で、私も見てましたし、映像にも実はですね、この大谷選手とこの水原選手がね、まあ仲いい感じでお話をするような映像が映っていました。でも一夜明けてからですね、こういうニュースが舞い込んできたんですよね。もともとこの水原さんという方は、実はすごいギャンブル気質だったみたいなんですよね。でもこれ大谷選手をいいように作ったとしか思えないですね。だから、まあこう金持ちがね、いるところに近しい人っていうのは、こうなんだろう、近いがゆえにね、やっぱりお金がすぐ目の前にあるから、自分にいいようにね、私利私欲のために使ってしまうっていうのが、まあ現実かなと思うんですよね。ただこれ書いたように、この大谷選手のメンタル、めちゃめちゃ心配ですよね。せっかく開幕したと同時にこういうニュースが舞い込んできた。そして信頼していた水原さんに、こういうようなね、まあ違法な形でお金をね、流用させられ、使用させられ、ね。もうほんと悲しいですよね。まあ奥さんもね、結構大谷選手の田中ね、真由美さんかな、テレビの結構映っていたし、なんかね、いいスタート切っていたなっていう雰囲気ではあったんですけど、まあこういうニュースが舞い込んできて、非常にね、まあ大谷選手のことだからそこまで影響はないのかもしれないですけども、長年ね、まあ連れ添ってこう信頼関係をね、絆があったような方がこういうことをしてしまったっていうことは非常にね、残念なことだなと思います。以上です。